ちは、こんばんは、皆さんお元気ですか？はい、今日はですね、こちらの、はい、電気の時まで、こちらでね、これですね、かぼちゃさんを作っていきたいと思います。これはね、ちょっとレシピ通りに作っていきたいと思います。それから、スペアリブです。今回ね、ちょっと売り出してお安く売ってたんで、こちらのスペアリブをちょっとね、スナピー風にアレンジして作っていきたいと思います。はい、頑張ります。いくよ。はい、かぼちゃ入れていきます。おお、結構あるね。調味料入れます。はい、決定をして、レシピ番号で決定と。21番だったね。キュッキュッキュッと決定、決定で、はい、こっちをピッと決定。はい、41分待ちましょう。はい、こちらですね、スペアリブですね。塩コショウとニンニクで下味をつけてあります。付け合わせに人参とじゃがいも、じゃがいもは焼き色をつけたいので、ちょっと焼いていきたいと思います。はい、合わせ調味料も用意しました。やっていきましょう。はい、では焼き色をつけていきます。ほう、じゃあスペアリブも焼いていきましょう。おー、いいですよ。うん、おりゃ、はい、じゃあ焼き色をつけたスペアリブを入れていきます。はい、はい、焼き色をつけたじゃがいもも入れてきます。人参も入れちゃいます。じゃじゃん。ふいふい、ローリエさんね、ローリエも。はい、合わせ調味料いってきます。おいしくなる。はい、じゃあ倒していきます。はい、番号で決定、12番。スペアリブ出ましたね。はい、決定。ここで合わせて密封にします。はい、やりました。ゲーイ。はい、できました。開けてみましょうね。開けます。いいですか、開けて。鍋さん、開けていいですか。おー、ひゅー、できました。はい、出来上がりました。はい、かぼちゃの煮付けできました。
ゃあまずは乾杯しましょう。いただく前にね、乾杯しましょう。今日は上手にできたし、はい、いただきます。乾杯、チーズ。うん、今日のビールもうまい。はい、じゃあいただきます。今回ね、レシピ通りにこれはね、かぼちゃやってみたんでね、どうでしょうね。あー、すっごい柔らかいです。こんな感じにできました。いただきます。うん、柔らかい。うん、味が染みてますね。やっぱり圧力鍋でやったんですね。やっぱりね、やったんですね。圧力鍋ですもんね。うん、甘い、しっとりしてます。うん、皮まで柔らかい。スペアリブできました。こんな感じにできました。どうでしょう。はい、飲める、飲めるかぼちゃの煮って感じね。煮つけ、うん、どうでしょうね。いただきます。今回ね、スペアリブはね、自分でちょっと味付けを、お、もうすごい握れがいい。すごい柔らかい。はい、こんなですね。はい、こんな感じです。はい、こんな感じです。いただきます。おやま、あの胡椒をね、ブラックペーパーを少し多めにつけたんで、味もしっかりしてますね。今回ね、これはね、レシピ通りではありません。骨もね、ちゃんとほら剥がれる。ちょっとこのね、骨の周りがね、また美味しいんだよね、スペアリブってね。あー、多分ね、お箸でね、お箸で切れちゃうな、これは。これはちょっとダイナミックにこう、手で取って食べてもいいかもな。じゃがいもいこうかな。フライパンでね、これもね。いや、あ、すごい、すごい、なんか柔らかいぞ。あ、柔らかいぞ。お肉のね、味がしっかり映っていて、しっとりした、しっとり、ほっくりしてるっていうか、しっとりした感じですね。皮付き身のままやったんで、あのじゃがいものね、皮の食感も残りつつ、柔らかく美味しくできました。あー、人参も、もう、うん、あ、これ人参嫌いな人でも食べれますね。お肉の甘みも感じられますね。繊維をそのまま、断面をこう切ってもしっかり切れるから、どれだけ柔らかいのって分かりますよね。お肉の食感も残りつつ、柔らかくできたスペアリブですね。圧力鍋さんが作ってくれたようなほったらかし料理なんですけどね。うなびはそういうのが好きです。初めて作った割にはうまくできました。うなぴーなの説明の場所、レシピですね、見てくださいね。それでもしやっていただければ嬉しいです。ただかぼちゃがね、レシピ通りの、本のレシピ通りにやったんですけど、ちょっとね、うなぴーには甘いですね。今度はお砂糖もちょっと控えた方がいいかな。自分でね、レシピ本を見て作ってみて、自分でこう好きなようにできるのも、ようにするのもいいんじゃないですか。ふなび隠し味に、あのバターを、あのこちらね、ちょっとだけ入れました。という感じで、はい、今日はふなびの初めてお料理してみたっていう感じでやってみました。皆さんお役に立ったでしょうかね。これからも、もしできたらまたもう1回ぐらい、もう2回ぐらいやってみたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。バイバーイ、またみってねー。